こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所木下紅子です。こちら側から失礼いたします。私事なんですけれども、先日結婚して15年目に突入いたしました。たまにはパートナーである夫のことについてちょっと話をしてみようかなというふうに思います。では早速着物を着てまいりますね。今日私が着ている長襦袢は洗える絹の長襦袢で、今博多織の伊達締めを締めてますけれども、多分上がりが4月の末とかゴールデンウィーク明けぐらいになるかなと思いますが、今オリジナルの配色で紗の伊達締めを織っているところです。ぜひね、お楽しみにお待ちいただけたら嬉しいなというふうに思います。で、今日は男性のスーツの生地で仕立てるウールの着物を今日も着ています。で、うちの場合、我が家の場合、パートナーである夫っていうのは人生を共に歩むパートナーという意味合いと、それから仕事もね、我が家は一緒にしているので、仕事のパートナーという2つのやっぱり側面があるかなと思うので、それぞれの側面として捉えてお話をしていきますね。生活のパートナーとしてっていう意味合いで言うと、私ね、結構着物を着ているだけでなんかちゃんとしてて丁寧に暮らしてらっしゃいますよねみたいな印象を持たれることが多いんですけれども、実際は結構ボッコボコで全然ダメなんですね。例えば何か開けたら閉められないとか、なんでですかね、電気をつけたら消せなかったりとか、なんでですかね、まあ実際のところはそんな感じです。なので夫は私が歩いたところは全部わかるってよく言ってるんですけれども、まあ、電気を消してくれたりとか、私が閉められなかったさまざまなものを閉めてくれたりとか、結婚当初は閉めといたよとか消しといたよとか言われてたんですけど、もう最近は全く何も言われなくなりました。私が知らないうちにさまざま片付けられているという感じですね。まあ、申し訳ないなと思いながら、まあ、感謝をしているところです。で、我が家は、まあ、私は結構さまざまなことをダッシュでバッてこう勢いよく取り組めるタイプなんですけれども、夫はこうちょっと考えて、じっくり考えてから行動に移す派ということなので、まあ、よく言えばでことぼこでこう補い合っているんじゃなかろうかというふうに思います。まあ、夫に本当に様々、夫が出張に例えば1週間行くってなったら、日々のね、生活が大丈夫かしらっていうことで心配になっちゃうんですけれども、まあ、私が夫に何を提供できてるかなっていうふうに考えた時に、まあ、私は今食べること担当なんですよね。基本的にご飯を日々おいしいご飯を頑張って作る、まあ、おいしくないかもしれないけどできる範囲でおいしいご飯を作る。それから夫も私も甘いものが大好きなんですけれども、まあ、以前に比べるとちょっとね、お店がちょっと遠くなっちゃったので、おやつとかもね、時々最近は作ったりしていますけれども、そのおいしいものを極力頑張って作るということと、あとは今お庭とか、それから畑がね、鎌倉に越してきてお手入れというのが必要になってきたので、私は外の仕事っていうのは焼けたくないからやらないんですよ。なのでその分お家の中のお掃除はできるだけ頑張るということを、まあ、夫に対して提供できてるのかなっていうふうには思いますね。で、それから仕事のパートナーとしては、まあ、基本的に私がやりたいなと思うこととか、いいなと思うものを、まあ、どうぞやればっていう感じのスタンスなので、まあ、好きにやらせてもらっているのかなというふうに思います。私は物事の捉え方とか、それから物事の進め方っていうのはよく、夫に注意をされています。やっぱり広い視点で夫は物事を見るのがね、きっと得意なんじゃないかなと思うんですよね。お互い、まあ、仕事が好きというか、生きていく上で、自分らしく生きる上でどういうふうに仕事に取り組むのかとか、どういう仕事をしていくのかっていうような視点で仕事を捉えているので、まあ、そこはすごくマッチしてるんじゃないかなというふうに思います。私は物事をこうすごく集中するのは得意なんですけれども、広い視点で捉えたりっていうのがね、ちょっと苦手なんですよね。なので夫が言ってることを時々意味がわからないとか、何って思ったりとかっていうことがあるんですけれども、まあ、そこでちょっとイラッとしたりとかっていうのもあるんですけれども、そういったところでまあ助けられてるっていうのもまあ事実なのかなというふうに思います。で、 YouTube も私自身こうやってお話しさせていただいてますけれども、ちょっとパソコン関係がそこまで得意ではないので、夫に編集をしてもらったりとか、あとさまざまなテーマでお話しさせていただいてますけれども、もうアイデアに煮詰まったりとかよくするので、アイデアも出してもらったりとか YouTube ではやってもらってますし、私自身が皆さん持ってるものって意外と自分じゃ分からなかったりするじゃないですか。でそういった私の部分を引き出してくれる、プロデュースもしてくれてるのかなっていうふうにも思っているところです。多分お互いそう思ってると思うんですけどね、私がとか僕の方がって。家のことはやってるよって思っているっていう風にお互い多分そう思ってるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう風に思いながら日々暮らしているところです。言い争いというか小競り合いっていうのはやっぱり一緒にいる時間が長いのでなかなか避けられないんですけれども、大きい衝突っていうのはやっぱりお互いが理解が深まっていって、大きい衝突っていうのはだいぶ少なくなってきたかなと思いますけれども、日々小競り合いはやっぱりやってるかなと思います。15年目に突入して、来年15周年というわけになるんですけれども、お互いできるだけぶつからず、お互い穏やかに同じ目線で同じ方向に向かって歩んでいけたらなというふうに思っています。私ども夫婦はありがたいことに生活を一緒に営んでいくパートナー、それから仕事の上でのパートナーなので、同じ方向を向けて本当に歩んでいけてるっていうことはありがたいことなのかなというふうに思っています。私のさまざま、扉が閉められないとか電気が消せないとか、適当だったりとか、そういったところは直せないんですけれども、自分が提供できることでお互い気持ちよく生活ができるように、お互い元気にできるだけ穏やかに1年間過ごしていって、また元気に15周年を迎えられたらなというふうに思っています。今日はちょっと着物を着ながら大変私事ですけれども、15年目に突入して結婚生活、今ちょっと感じていることでも夫との関係についてちょっとお話をさせていただきました。本日の動画が面白いなっていうふうに思っていただけたら、是非高評価ボタンを、それからチャンネル登録をお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、普段はお着物のことをねたくさんお話ししていますので、是非お友達にご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。